2015年7月5日、中国日報によると、49歳の女性大阪府職員が、ATM に置き忘れられた現金を持ち去ったとして、停職3ヶ月の処分を受けた。この女性職員は、ATM に置き忘れられた現金3万5000円を持ち去り、警察に届けなかったため、停職3ヶ月の処分を受けた。大阪府は、公務員としてあるまじき行為だと述べたという。このニュースが中国版ツイッター、ウェイボーで伝えられると、中国のネットユーザーから様々なコメントが寄せられた。民度の高い日本でも、こういうことってあるのか。公務員になるなら、高い道徳心を持つべき。この点は学ぶに値する。日本で、こんな金額ははした金だ。この人の家庭はかなり貧しいのだろう。俺の経験から言うと、中国ではこんなことは誰も相手にしない。警察も3000円以上、約6万円じゃないと立件できないと言っていた。中国で警察に届ける勇気のある人っているの？中国の役人で人のお金を取らない人などいない。中国では公務員として他人のお金を取らないわけにはいかないな。中国の公務員は300万円、約6000万円の賄賂を取っても少ないという。3ヶ月停職なんてちょっと長い夏休みでいいじゃないか。あるまじき行為なのに停職3ヶ月だけ。中国は行政拘留になるからもっと悲惨。中国だったら刑事事件となって免職だけど。中国では厳罰になるとか言う人がいるが、それは机上の空論。